こんばんは、中村舞です。今日ちょっとメールが全然遅れてなくて申し訳ない。クマもありがとう、キラキラも天使もありがとう、ハートもありがとう。こんばんは、カメラ前で病院来ましたよ。ちょっと体調ずっと崩してて、ありがとうそうなんですよね。でも今日ずっとレッスンしてたので、レッスンして病院行って、そう、大丈夫、なんか気管支喘息かなんか咳喘息かなんかわかんないんですけど、なりかけみたいな感じの。そうなんですよね、吸入器もらって、そう、抗生物質ももらって、めっちゃ薬もらってでも体自体は大丈夫。ただこの辺がすごい辛くて、ありがとう。ちょっと悪化しました。息が止まらん。ありがとう。休んだら治りますよ。いつも行く耳鼻科があってね結婚してありがとう。そう、いつも行く耳鼻科があるんですけど、そこに行って、でなんか鼻をね、なんか鼻も詰まってるんですけど、いつもねなんか鼻通すみたいなしてもらうんだけど、いつもなんかいつもめっちゃ痛くて、鼻通す機械みたいなのがめっちゃ痛くて、で、うん、なんか今回もやるって言われて、プシュー、そうそうそう、それでなんか それでね、私もう嫌すぎて、で、いや、嫌だって感じで、もう、うわーみたいな、すごいちょっと抵抗したんですよそしたらお医者さんもちょっと折れてあ、もうなんかあなたの鼻には入れませんみたいな感じで折れてで、なんか途中でやめてくれたんですよ。で、もうあなたの鼻には入りませんみたいな感じでなんか腫れ、中が腫れてるし入んないんですよ、もうと痛すぎて、もうだやめましょうみたいなありがとう。
鼻じゃなくて気管支、いや全部悪いんよ。鼻も悪くて鼻、喉、咳、もうこの辺そう、だからあんまりこういう症状ならんけさ、咳だけ出てくるやつあんまならんなんなんかな、ようわからん。あんたとキラキラありがとう。結婚してもありがとうございます。免疫落ちてる、そうかも。さっき夜ご飯食べました。悪くなって、まあ、なんかあれですね、24日ぐらい、3日前ぐらいに咳がずっと出るなと思ってたけど、こんなにひどくなくって、体調は悪かったんですけど、でも熱はないしみたいな。で昨日ぐらいくらいもうひどくなっちゃった朝晩の咳が止まらん。なんか早めに病院には行った方がいいですね。充電も 20% を切りましたいつも充電がない携帯です。なんてことでしょう本当にありがとう。お送りしてもありがとう。初見さんもありがとう。でも今ね、痛み止め飲んどるけんね、喉の痛みはない、あんまり。痛み止めってすごい。雪だるまかわいい、ありがとう抗菌薬の情報をリポストしたりとか見てねあんな人すごい、そんな人おる、すごい。もう抗菌薬の情報、薬剤師、そう、この中に薬剤師の方がいらっしゃいますか。もう薬もらったよもらいました、もらいました。そうさ、初めて吸入器っていうのをもらってさ、病院で。そう、吸入器とかやったことなかったけんさ、やってみてさ、いつまで吸ったらいいか分からんけんさ家で何回も吸って、で今の吸えたと思うってお姉ちゃんに何回も確認して、どう思う、吸えたかな、粉出てくる、あ、そうそう、粉出てくるやつ。今の水はどうですか。吸ったらなんかステロイド、なんか
したらどうなるんだろう、どうなっちゃうの分からん。そしたらどうなっちゃうんだろう。でも絶対にうがいしないといけないらしい、後で吸った後に。炎症抑える。そう、でも、まあ、何日かすると良くなると。うんうん、うん、なんかさ、歌いたくってさ、家で歌おうとしたらさ、ゲホゲホしてさってなってますガマン。今日からマイキおすすめのロイヤルマッチを始めましたえ、まあ、ロイヤルマッチ、私は今3100何レベルです。私周りの人ロイヤルマッチ初めて、え、すごい、100とか200とかでも結構いくのすごいと思う。何ヶ月やっとるかな、分からん、いつからやっとんやろ覚えてないけど割と長くやって、一人でできる、うん、一人でしかできんゲーム、いやそんなことはないけど、一人でやるゲーム、コインの貯金どれぐらいありますか？4万ぐらい。でも貯金中なのに何回もあのあれなんですか、ムーブが足りなくなって900円の課金じゃない、あのあれするんですよ。そしたらあのもうどんどんみるみる減ってってお金が、だから頑張ってます。課金はしてない。あ、まあね、ロイヤルマッチ語れる人おらんのんよ。すごいよ、ショールームでロイヤルマッチめっちゃ喋ってるけど嬉しい。コンティニューするから全然コインと分かるよ、全然コインたまらんなるよね。嬉しい、みんながロイヤルマッチやってくれるから嬉しい。チキンさんありがとう、あと2分だよ、ありがとうもうダメだこれ、ちょっと待って、大丈夫かな。谷谷さん、りょんきゅうさん、ゆずきちさん、福太郎さん、ようちゃんさん、とおるさん、もとまちさん、東京のそらんさん、シーサーさん、きなぺこさん、くまねパパさん、おっさんさむさん、ひでさん、ありがとうございます。ちょっと短くて申し訳ない、また長くできるときにやるね。おやすみ。おやすみ。また明日。
元気でね。 Love you.